私は尊敬する、うん、まあ、多分みんな尊敬するね、うん、これ大先輩ですよね。そうです、愛媛の、うん、最初の協力隊だって聞いて、相当最初2代目ぐらいかな、2代目ぐらいか、 そうなんだ、うん、その当時全国で40人ぐらいだった。あ、そういう時代、まあ、でもすごい少なかった、うん、だって今5000人ぐらいいるでしょ。そうです、すごい、ね、そういう時代だったんだ、すごい。古くから2人、まあ、大正明治でその頃から大正明治の香り富田さんでございます。はい、よろしくご無沙汰しております。この富田さんが僕は来た時にもうすでに卒業というか任期は終了されたけど、うんうん、1年間余計に4年間やられたんですよ、ね、すごい、単位をね、全国初じゃないですか、うん、だから、うん、僕は一応かぶってたんですよ、うんうん、あ、そっかそっか、そっか、でものすごいやっぱ影響を受けました。とみ、うん、ちゃんみたいになりたいと思って僕はこんなもう、うざ大蔵というものですけど、でもう今こういう形で再開したけれども、キーマンはだから上田さや今さんですよね。うんうんうん、ね、上田さやさん、うん、いかがですか。いや、あの僕は一人だったでしょ。もともと協力隊 で、ね、結構ね、協力してくれる人、応援してくれる人はいるんだけど、協力してくれる人はいないんだよ、ね。あ、頑張れって言うけど実際一緒に力を出してくれる。だからね、それは結構感じて、うん、で特にあのよそから来て何かやるっていうのをみんなキョトンとして見てるじゃないですか、うん、まず。例えばイベントやるにしても何かしらやるにしても、うんうん、まあ、今まで誰もやったことないことをやってるから、はい、協力の仕方も分かんないんだと思う、うん、で協力したくないわけじゃなくて、うん、あとは頑張っとるねって応援はすごくしてくれるっていうのが分かったんだけど、実際に僕は協力者が欲しかったんですよね。結構ね、やっぱりそれが一人二人いるだけでやることのこうスピードだったりとか、あと精度みたいなものとかが、うん、間違いなく上がるでしょう、はい、そのブレーンみたいな人がいないでね、うん、っていうのがずっとあって、で、まあ、あのその後後輩が何人か入ってきてくれて、その人たちとも結構一緒に活動しましたけど、うん、あのいろいろできることはしてきて、で今回上田さやさん来て、で僕もその二見暮らしも10年なんで、よっとね、もう10年といえばもうよそ者というよりは地元の人間でね、うん、そうですね、その地元の人間として、そのまあ言ってみれば新しいよそ者が、あのこの町なんとかしたいっていう、しかもまだ若い、うん、あの世代の女の子でね、うん、まだ大学生がそういうことを言ってたら、もうこれはもう地元の人間として応援しないっていうのはおかしい、失礼な話じゃないかっていうふうに思って、まあ、できることは、うん、ということで今奴隷一家コーヒーを出ろと言えば洗い物してあれ取ってきて、ネギ取ってきて、おいでおいでって言ってました。そうそう、いつの間にかね、協力者、ね、あの強力な協力者のつもりがね、今はその駒使いさんになってる。おいって言ってた。でもおかげでこういういい景色が、ね、うん、できそうになってますから、うん、まあ、こうやってこう移住してきた人たち、地域の人たちと一緒にいろんないい動きができているっていうのはいいことだな。そうそう、でやっぱりね、うん、あの孫は強いね。ああ、やっぱあそこのおじいちゃん、あそこの孫が帰ってきたと、うん、でそういうことはまあある、まあ、他の農家さんとかでも息子が帰ってきて農業継いでくれたとかって、うん、やっぱみんなすごくこう喜ぶじゃないですか、うん、で、またここのお店もその孫が帰ってきて、でまあ、最初じいちゃんばあちゃんもまあどうなのかなっていうところが、うん、いろんなこう実績積んで次第に認められて、まあ、周りから多分褒められてね、なるほど、よう頑張っとるねっていうね、うん、その周りの評価で、あとメディアにも結構ね取り上げられるようなことがあって、今日テレビ出てます。出てる出てる、また出るみたいよ。また出る、すごい、そんなこともあってね、はい、まあ、まあ僕としてはせっかくそういう志で来てくれたら、なんとかこう、うん、こう幸福にね、うん、夢を叶えてもらいたいなということで、うん、鍋の焦げを落とし、床にワックスをかけ、もやしを茹で、レジェンドがそんなことをしている、トミちゃんが、まあ、何でもやりますはい、始まりました。やっとね、上田さんにゆっくり話します。そうね、なんかいろいろコーヒーを入れましたね、コーヒーも入れた、これトミちゃんの最高のコーヒーです。トミちゃん、こっち何をいただきます。
かっこいい。もうすっかりなんか喫茶店の、うんうん、ねえ、なんていうんですか、マスターとママか、ママじゃない、マスターとママ板についてる感じでした。板についてるの知って、もう三振やりましたから。美味しいですし、うん、美味しい。さあ、今2021年の4月の時点ではこういう状態になっていますが、協力隊着任されたのが去年の春です。去年の春、だからまだ1年ぐらいなんだ。なんか貫禄あるね。すごいよ。これマジすごくない？上田沙耶さんは、着任された時はまだ青山学院大学の学生さんだったんですよ。はい。なぜここに来るようになったのか説明をちょっとお願いします。はい、2人がばあちゃん家があって、実家ね、はい、うん、でよく来てて、うん、2人ええとこやなと思って、うん、で2人にゲストハウスしたいと思った時があって、1年ぐらいずっと迷ってたんですよ、はい、どうやったら2人来れるかなみたいな、うん、で協力隊っていう制度があって、ちょうどその去年の春に募集だったので、もう大学生だけどなった方がいいかなと思って、うん、卒業もするから学生しつつ協力隊もやると。そうそうそう、来て以来ですね、1年でどれだけのことをやったか、うん、ごくかいつまんで、なんかもういっぱいあるよね。いっぱいある。あの、ふたみおうち便っていうインターネットショップ立ち上げて、ふたみのハモとか、はい、みかんとかいろいろとオンラインで売ってます、うん。これだからもうすごい、だからもうすでにどんどん動いてる。すごい。でももう去年の4月に来て5月には売り始めて、うん、早いスピード感撮影してんだよ。あのね、お客さんが来られた時に邪魔なんだよ。あのね、うるさいとなんか桜の季節。いやでもこの景色のいい海のね、バックにね、めちゃくちゃとおしゃべりになって、めちゃくちゃとおしゃべりね。あの、マイク性能がいいんで、なるほどね、あの悪口とか言ってると聞こえました。悪口でしたね、今。いい話をしてる。今悪口でした。今散々行くちょうどいいかもしれない。よく聞こえました。協力隊になりたいというのは、ここに、はい、この建物にゲストハウスやりたいと思ってきた、ね、来た当初、このおじいちゃんおばあちゃんはどんな反応だったんですか？いや、そのパッと思いついて、まあ、来た部分もあったので、うんうんうん、急に何みたいな、まず驚きがあったと思うんですけど、うんうんうん、で、勝手にいろいろ知り始めて、休みの度に来てはゲストハウスやりたいから掃除するねみたいな感じで、はい、戸惑われて、うん、お前何しとんじゃんみたいな、守りたいって言ってるじゃん、そんなおらんやろみたいな感じで、マジでそんな喧嘩みたいになってマジで喧嘩しちゃって、おじいちゃんが気は使っていろいろと持ってきてくれたりするけど、でも結局自分からも何もお願いしないし、うん、自立して頑張ろうみたいなのを認めてもらいたいみたいな。そうそうそう、だからまあいろいろとメディアとか出してもらって、うん、じいちゃんもなんか喜び始めた。今までは怒ってたけど、喜んでた、なんかそう、じいちゃん、なんかみんなから動いてる、そう、じいちゃん喜んどったぞみたいな、笑いよったぞって、うんうん、孫がすごいな、言えたら笑いよったぞとか言って言われて、うん、え、マジみたいなんだね。地域とか家族の話ね、これ話ね。いや、マジで感動話だった。なんかもうゲストハウス やっていいぞみたいな、もうお前早くやりやみたいな、お前がやればいいよ、ポパイもみたいな言われるようになって、急にすごい、そう、え、いいんやみたいな。北見住んでみてどうですか？最高です。最高、北見最高、はい、本当、はい、最高、いや、最高なら松野だと思う。いやいや、北見の方が最高、松野、最高、松野、最高、松野、やばいやばい、これをやりにいた気がする。そうだよ、いや、北見最高か、北見最高、思い出したね、本当に。私たちも、いや、もう、ハッシュタグ北見最高が今年の流行語です。また北見最高とか言ってるけど、ね、最高なんだよ、松野だって僕は言ってるわけです。やばいやばい、どの辺が最高ですか？いや、もう、すべてですかね、すべて、この景色とか、うん、あと人も面白いし、人ね、うん、みんな知り合い、やっぱちっちゃい町だからね。なんか言いたいことある？告知とかね、二見ロマンキップの話したい。あ、そう、あ、なんだっけ、なんだろ、アワード、そう、 EGF アワードっていう、うん、そこに新聞載っけてるんですけど、うん、あの愛媛県のビジネスプランコンテストがあっ
って、で去年もそれキャンパスアートで出てゲストハウスのやつで賞もらったんですけど、今年はあの二見ロマンキップで企画を出して、で準優勝をもらって、すごい。でそのきっかけが二見町周遊切符みたいな、3500円でその切符を買ったら選べる遊びのチケットと選べる乗り物券と選べるご飯券がついてて、でそれでもうご飯券出したらそのいろんな中から一個お店を選んで使えるみたいな、はい、そういうセットプランを日帰りを設定してる日帰りで。じゃあ二見ロマン切符は二見全体の皆さんの協力必要。そうですね、二見の事業者さんの協力を丁寧に仰いでいかんといかんな。なるほど。それからこのポパイの事業に関してもできる限り皆さんに手伝っていただきたいですよね。そうですね、いろんな人に愛されるように。なるほど、楽しみね、いろいろ。今日はどうもありがとうございました。全盛期のポパイのメニューですか。はい、全盛期のポパイのメニューはめっちゃかっこいい、ひいおばあちゃんが描いた、まだ昔ワープロもない時代でしょ、手書きのかわいい、かわいい。見てください、焼肉刺身ね、量がえぐい、これ全部 手書きですごいっすね。いやあ、ダチョウクラブです。いやあ、ポパイの屋上に来ました。はい。景色ですね、これ。素晴らしいですね。夜なだが。もう視界半分海でございます。はい。じゃあここと喫茶店、先ほどの奥改装してゲストハウスやりたい。はい。ご協力のほど。絶対これできたらいいよな。いいっすよ。芝生もめっちゃいいし。テラス的なものを作ってたね。駅そこだから。ね、駅そこだし、道の駅もあるし。ここ駅なの。駅前ですか。駅前。ね。飲んでも来て帰れる。うん、そうだ。すごいな。ルーフトップバーできる。そしてここがポパイ。で目の前は。可能性広がりますね。ちょっと立ち行く、うん、海よ俺の海よ、あー綺麗だねこれ。ちょっと海よ、しかもちょっとなんか似せようとしない、海よあー綺麗だ。ベンチに座りながらお届けしておりますけれども、ここが駅、うんね、すぐ海が見える位置でございますね、うん、はい、ロマンティックですよ、本当に絶景の無人駅、無人駅、うん、私も仙台住んでる時憧れてましたよ。あ、そう、うん、あ、そう、そう、やっぱり有名だもん、てっちゃんも憧れる、うん、あ、本当に憧れの場所だよ結構、うん、いや、二見の象徴としてここを拠点にですね、うん、まあ、全国知られるようになった、うん、はい、先ほど出てもらったトミちゃんが、うんうん、ここを舞台にですね、そうだね、大活躍されたというふうな経緯があって、うん、どん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 ここが有名になっていくと、うん、愛媛県を象徴する風景になったと言っていいですね、うんうん、海外のお客様とかもすごい来てたよ、ね、そうなんですよ、うん、はい、夕焼けになるとちょっと時間が今日は違いますけど、うん、そうだね、夕焼けになると本当に見えるそうです、見えるということでございますね。ああ、綺麗だわ。